よすー、カリギュラ2実況プレイ早速始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。じゃあね、今回はここの探索からかな。ちょっとね、また訪れを、鍵がかかっている、なんてこった。ちょっとね、訪れを若干また直したんだけど、どうかな、直ってるといいんだけど。あ、全教室開かない、ひょっとして。あ、開いた。でね、ちょっといろいろね、あれなんだよ、前作の攻略本とかちょっと見てさ、気になるところというか、なんかすごい喋りたいことがあるんですけど若干どころじゃないくらいね、あの無印版とオーバードーズのネタバレになってしまうので、ちょっと言おうかどうしようかすごい悩んでる。いくぞ、一気に片付けよう。あー、処刑。どうだった、キリちゃん、俺の活躍は。半分助かって半分邪魔だったかなめちゃくちゃいいな。いやー、いい塩対応だなやっぱキリコしか勝たん。敵いる。あれ、わあ、びっくりした。よし、オッケー。ふう、びっくりした。またつまらぬものを切ってしまったいやー、めちゃくちゃいいよキリコ、外せねえなー。いやー、こっちがいけなくて、こっち側の教室はいける。あ、入れない感じか。あー、見つかった。あ、クソ箱じゃん。やったね、よしキリコ、すっきりした。オッケー。あ、リュートがパッシブを覚えた。あ、キリコもか。じゃあちょっと待ってくださいね。はい、オッケー。こっちも入れん。飾りの教室か。あー、なんか強いやついるなー。あー、なるべく近寄りたくないんだけど見つかりそう。こっちも行けない。あ、ダメだ。こっちもか。じゃあこっち側はいけないと。よし、じゃあ向こうに戻ろうか。あ、入れる。おお、もらえるもんはもらっとけ。なんだ、ナルシシズム。見るか。ね、装備。よし、防御プラス300。え、微妙じゃないえ、しかもなんか持ってるし持ってるし。え、あー、でもそっか、回避、あー、でもな、回避重要ってわけでもないけど。あー、銀とか、そうか、つけるか防御だけの人には結構強いのか。そんなこともねえな。まあいいかな。うん、よし、じゃあ先進むか。先なのか。あ、こっちの道っぽいね。ここもとりあえず開けてみるか。あれ、開いたんだけど待ってよ。何、向こうがあれか、来たとこか。そうかそうか。セーブして、もう一回あれか、やったから、戻っちゃったっていうだけね。あー、なるほど。じゃあこっちの道で合ってんのか。はいはい。倒していきますか、じゃあ。奇襲攻撃をかけるぞ。はーい。よし。また、つまらぬものを切ってしまった。キリコよく喋るな。他のキャラのセリフ全然聞けてない気がする。そんなことはないか。あー、また待ち伏せしてねイベントね。おー、あ、やべ、リュウト君、私にはアドバイスないの。思いっきり暴れたらいいと思う。おー、いいじゃん
ると褒めないからな。まあいいんじゃないですか。よし、まあ小畑先輩の戦いぶりは嫌いじゃないな。気分爽快だろ。あーいいじゃん。いい関係性築けてるじゃないですか。いやーこの辺も倒してっか。奇襲攻撃をかけるぞ。よし、なかなかやるじゃんキリコさん。年下が見てるのにかっこ悪いとこ見せらんないしね。おーこの二人のやりとりかわいいね。はいはい、じゃあちょっと装備変えます。あー初期、いやー装備も増えてきてなかなかね、何つけよっかなって悩んじゃう。あやべ、喧嘩売る相手選んだ方がいいよ。よし、余裕の勝利だ。オッケー、おレベル上がった。竜胆パッシブ覚えたか。オッケーオッケー、はいオッケーです。こっち、あ敵か、敵めっちゃおる。調子抜けだね。よし次行くよ。いけいけキリコ、いけいけキリコ、いいもの見っけ。はいはい、ラブリサーチ、あこれ来たんじゃねえか。ちょっとずっと欲しかったやつかもしれん。あー熱愛調査来ちゃ、ちゃちゃ噛んだ。熱愛調査来ちゃ、あーそっか。じゃあちょっと装備変えますか、いろいろ。よし、OK です。いやー、やっとか。あ、ゼロの人を倒すか。よもや、卑怯とは有名だ。よし、どうだったキリちゃん、俺の活躍は。半分助かって半分邪魔だったかな。よし、OK、 よいしょ。で、君はすい、は、すすい。何の運動かって、オタゲーだよ、オタゲー。今度、キューピーのライブで披露するんだ。でも肝心の音源が全部手に入ってないんだよな。アルバムは品薄で手に入らないし。あーはいはい、アルバムね。しばらくは脳内放演奏で保管するしかないんだな、かわいそうにね。といかんかん、愚痴つないで練習だ、スイハッ。うーん面白い、キューピーのアルバム、キューピーのアルバムね。あーめっちゃいる。嫌だな。このメンバーでの戦い方が結構慣れてきたんでね、まあいけると思いますけど、その前にこっち行くか。ん、あ違うか。すいません、なんでもないです。じゃあ行きますか。ん、なんだそれだけ。まあじゃあイベント戦っぽいから見せるか。ん、なんか今ボーボーボーってしなかった、気のせい。ん、なんだ。なんだボワボワ。とりあえず打ち上げだな。どう、え何このボワボワは。はい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 、オッケー、切り捨て君で、切り上げな。うん、打ち上げ打ち上げでいけるでしょ。はい、しゃあねえな。んでやるか。これがね、めちゃくちゃ便利なんですよね、コバト。コバトね、強くなってきたよ。これ超良くない。これ超良くないか。全力で行く。よし、んで、はい、あまだまだだね。うん、まあ当たっちゃうけどしょうがねえかな。ふう、まあしょうがない。はいはい、軽めの敵だったら打ち上げできるようになったから。ごめんな。あーすごい便利ですね。まとめて倒しちゃいたいな。
じゃん。クリティカル入ればな。行くよ。どうすっかな。打ち上げすっか。うん、これ1個。これでどうだ。どうだ。まあ、敵いっぱいいるときは小鳩に任す。小鳩に任す戦法ができるようになった。よーし、行け。えい、えい。これめっちゃいい。よし。で、よいしょ。ち、厄介だ。はいはいはい。どうしようかな。もうちょいずらして打ち上げできるかな。無理か。まあいいか。切り捨てボム。で、ちょっとダッシュで避けよう。あ、食らうか。じゃあもういいです。じゃあもう食らいますわ。よし。ナイス、いい連携。ふう、よーし、先進む。やだ、何今の喧嘩。あ、見られてんじゃん。あれ、コバト先輩だよね。めっちゃキレてたね。やばいやばいやばい、印象が。ひょっとして今の他の子たちにも見えてたんじゃないか。やば。はあ、どうなってんだ。まあ、カタルシスエフェクトが見えていないだけで認知が歪んで普通に喧嘩しているようには見えたかも。あー、でもこれ前のシリーズでもあったかもしんないな。アニメだったかもしれないけど。一般の人からすると喧嘩に見えるんだよね。ふざけんな、先に言っとけや。だったら戦ってねえっつーの。まあ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 、あの人間たちの記憶は消しとくから。都合が悪くなりゃ記憶を消したり足したり、人間様の尊厳を無視してんのも気に食わねえ。なんかやっぱメビウス時代になんかあったんかな、コバト先輩。どうしろというのだ。え、こんな、コバト先輩、何もない空間に止まってる。確かに。今度声かけられてもスルーしよう。うわ、絶対ヤバい人じゃん、あれ。ヤバいじゃん、ちょっと。かわいそう。コバトちゃん、落ち着いて。どう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 。先輩、これ以上は泥沼っす。そうだな。だー、さっさとあの女ぶっ潰した。めっちゃキレてんじゃん。もう、あー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 あああ。あ、じゃあちょっと装備を変えます。はい、オッケー。じゃあ行きますか。こっちでいいんだよね。なんかすごい。すごい鍵かかってて めっちゃ分かりづらいんだけど。あ、お、あ、全然さ、行けてない場所あるんだけど、いいんだよねこれで。まあ、か、行けないもんはしょうがないもんな。まあ、とりあえずいいですよ、行きましょう。大倉庫だって。さあさあ、どうなる。あ、学校にこんなところあったんだね。ワクワクするね。そう？こんな神器臭いところ通らなきゃいけないのだるくね。いや、わかるっすよ。こういう裏側見れるの最高っす。ただの倉庫だろ。冷めてるな、リュート。なるほど。ここに人がおるけど。32か。まあ、戦ってもいいけどね。リュート君、私にはアドバイスないの？思いっきり暴れたらいいと思う。よし。まあ、処刑。ウェイ！ウェイ！お、コバト先輩も覚えたか。よし。
変えられるものはなかった。よし。じゃあ行くか。こっちね。何が待ち受けているのかわからなすぎて怖えな。倉庫。まずい。クソ箱じゃん。クソ罠だろう。やれやれ。よし。オッケー。なんだよ。大したことねえじゃん。オッケーオッケー。あ、キリコがパッシブ覚えた。よし。はい、オッケーです。行きましょう。うわぁ、なんだここ。すっげぇ、マジで倉庫じゃん。学校にこんなとこあんの？やば。あ、なんか、なんか見える。うちのお母さんも来てるはずなんだよね。嘘のお母さんだけど、危険に巻き込まれてないといいな。宮迫さんのお母さんはどんな人なんですか？いや、普通の人だよ。普通に鈍感でいい人。自分がへこんでる時に気づいてくれなくて一時期嫌いだったけどさ。でも支えられてる部分は多いよね、親って。この年になって気づくっていうかさ。うんうん、そうだよね。キリコちゃんはいい子だね。お母さんも喜んでるよ。マリエ先輩のとこは？とても優しい両親ですよ。実の両親ではないんですけど、養子の私を愛情を持って育ててくれましたから。あ、ごめんね、デリキョーよよ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 。ふぅ。よし、とても優しい両親ですよ。実の両親ではないんですけど、養子の私を愛情を持って育ててくれましたから。あ、ごめんね、デリケートなところに踏み込んで。いえいえ、自慢の両親なので。きっと今の家に引き取られていなければ今ほど幸せを感じていなかったでしょうし。このイメシンの点々はどっちだろう。マリエ先輩に対する、先輩って言っちゃった、マリエに対する不信感なのか、自分もそういう感じの家庭なのかな。いやー、ちょっとこれは分からんな。若干迷路じゃないですか。私苦手なんですよ。一気に片付けよう。よし。もう終わっちゃった？オッケー。お、パッシブ覚えたか。お、コバト先輩も？コバト先輩もね。よし。はい、オッケーでーす。若干迷路っぽいけど、開けられる場所が何箇所かある。おん？あ、正解引いちゃった、これ。もうちょっと倉庫の中探索したい。あっち側行きてんだよな。こっちからは行けないから。もう一つ扉あったっけ？あ、こっちか。こっちから行って、ふと思ったんですけど、私の後悔は両親に引き取られたことで解決しているっていう説はありますかね？あるだろうね。それをマリアさんが幸せだと強く感じるなら重要なんだろう。うわ、なんかめっちゃいいね。あ、こっち行ける。お、めちゃくちゃいけるな。あ、めちゃくちゃいけるな。めっちゃ強くない？めっちゃ強いの2人か。いやー、ちょっとどうしようかな。どう行こうか。はいはい、じゃあ聞きますか。ちょっとここはかなり重要な会話な気がする。ふと思ったんですけど、私の後悔は両親に引き取られたことで解決しているっていう説はありますかね。両親に引き取られたことで解決している。あー、あるだろうね。それをマリエさんが幸せだと強く感じるなら重要なんだろう、両親の存在。でも金さんの話だと、リドゥはできてから数年しか経っていない。私が両親に引き取られたのは物心つく前なので、そこからやり直しているというのは考えづらいですよね。世界5分前仮説みたいなものなんじゃない？今の両親に引き取られて生きてきたという設定でリドゥに急に誕生したんだ。それまでの作り物の記憶をリアルに保持した状態でね。では両親が私の願望だった場合、
二人との思い出は全くの作り物なんですね。自分の現実の姿がわからないって怖いですね。本当にいるといいな、お父さんとお母さん。ちょっとこれがね、喋りたかったことでもあるんですけど、マリエに関することね。前作にもマリエって子がいたっていう話をしたじゃないですか、私。で、あの後ちょっといろいろ気になって、まあ、統合したんですよ、いろんな情報。まあ、声優さんだったり、あと、前作の時に、攻略本と設定資料集が一緒になった本が出てて、その時にね、なんか、いろいろワイヤーだったりとか、なんか、会話とかね、なんだろうな、見れる限りの、こう、ランダム要素的なのを全部、こう、詰め込んで、ちゃんと、本に全部載せてくれてるんですけど、その答えと照らし合わせた結果、このマリエちゃんは、多分前作のマリエちゃんで合ってると思う。なぜ記憶がないのかわからないけど、でもね、合ってると思うわ。よもや、卑怯とは言うまいだ。余裕の勝利だ。よし、オッケー。まあそう、なんかね、一番決定的だったのは声優さんが一緒だったことですね。いやー、そっかーと思って。そうかーって感じでしたね。いやー、4人か。今のうちにボコっちまおうぜ。よし、今の戦い記録に残しておいて。あいやいさー、いやいさー。よし、もう一人。先手必勝。よし、またつまらぬものを切ってしまった。もらえるもんはもらっとけ。はいはい。お、翔太専用だって。来たな、これ。なんだ。ここだよね、多分。おー、強い強い強い。めまい打ち強化か。あー、これはでかいなー。じゃあ、パッシブもちょっと見直さないといけないね。そうねー。どうしようかなー。まあ、とりあえずこの辺に入れておくか。人探し、どれだっけ。これ入れておいて、で、違う。ここに人探し入れよう。よし、これでいいんじゃないですかね。みんなのね、個別のスティグマも着々と集まってはおりますが。どう行こうかな。あの強敵戦っちゃおうか。倒せるかな。どうやって行くんだっけ。あ、絶対こっちじゃないじゃん。絶対こっちじゃないじゃん。ちょっと待って。こっちか。よし、とりあえず目に見えたものは倒していこう。レベル高いからな、ちょっといけるか不安ではあるが。こっちは、あ、さすがにこれだけ連戦になると疲れてくるな。ゆうとちゃん大丈夫？アメちゃん食べる？もらう。かわいいんじゃが。でもこんだけ行ける場所あるとさ、ちょっと大変じゃないか。なるほどね。上がってって、多分上の階のアイテムが取れるようになるんじゃないかな。ちょっと敵多いね。よし、じゃあ倒すわ。ちょっと頑張る。なあ、強そうだし、逃げようぜ。よし。賞賛もなくかかってきたのか。悪くない気分だわ。お、新しい技。おおおおおおおいいいい。おおおおさすがに高レベルだからな。なんだ、キーポイント。なるほどね。もうさすがに、でもな、楽勝だわ。いやー、てかキーのね、やっぱね、あれ
歌がね強いわ。あれさえあれば全然勝てるね、高レベル帯でも。ここはいいとして、こっち側がまだ行ってないんだけど、こっち側が目的地なんだよね。どうだ、まあ、ボルテージも上げていかないとな。使っちゃったから、こっちが正規ルートみたいなので、ちょっと戻りますか。じゃあちょっとこっち行ってみようかな。ちょっと敵がねまた戻ってくるからね、嫌なんだけど切り替えするの。はいはい、でここ、あ、ここか。もらえるものはもらっとけ。はいはい、デュエルスピリットかっこいい。なんだ、お、果たし状。おお、攻撃30、防御30、いいね、強いじゃん。よし、じゃあこれつけていきますかね。あ、じゃあちょっとキリコの変えますはい、オッケー。じゃあとりあえずこっちの鍵だけ開けておいて、でまた戻るか。よし、はいはい、じゃあこっち来ましたね。行ってみるか。こっちも多分来れなかったとこだよね。探索して、あ、どこだここ。お、どこどこ、あ、裏側、あ、なるほどなるほど、教室のとこか。はいはいはい、スティグマかな、普通にアイテムかな。いいもの見っけ。はいはい、4400円。はいはい、じゃあ鍵ちょっと開けていくかこっちも、こっちも開けよう。よし、これでこっちからでも通れるようになると。なるほどね、敵いるから倒そう。喧嘩売る相手選んだ方がいいよ。あれ、もう終わっちゃった。よし、もう一人。あー、待って待って、よし、オッケー、一気に片付けよう。よし、なんだよ、大したことねえじゃん。オッケー、よーし、これで無事にアイテムも取れると。もらえるもんはもらっとけ。もらっときましょう。あ、コンフォートマインド、なんだ、360、あー、なるほど。防御360、防御単体の人に渡すこれいいかな。よーし、じゃあ鍵開けて、そうだな、じゃあちょっと割と取ってるので、今回はここで終わりにしようかな。ちょうどセーブポイントあるしね。はい、じゃあ次回までにちょっとあそこまで戻っておきますので、そうしますかはい、ではここまでご視聴ありがとうございました。次回も見てくださったら嬉しいです。ではでは、またなー。